今日の朝ごはん、この間コストコで買ってきたこのクロワッサンのソーセージサンドみたいなやつを温めて食べると思います。おはようございます。今日は9月のちょっと何日かわかんないけど、この辺に出てると思います。今日はね、もうお昼になっちゃったんだけど、これからお姉ちゃん家に、先生のお姉ちゃん家にこの T シャツを届けに行かないといけないのと、他にもちょっと用事があるので行ってこようと思います。もうさ、9月も始まったっていうのにさ、気温が高くて本当に、今日もさっき外出てきたんだけど、ちょっとね、お散歩がてらね、今日でも34度、そんな感じしなかったかな、なんかもっと気温高かったように感じたけど、ちょっと待って、嘘かもしれない。39度ですね、今最高気温41度で、まだまだでも全然30度後半から40度になりますね。なかなか涼しくならないんで、本当なんかいつ涼しくなるのかがいつかね、わかんないから、ちょっとなんか頑張りようがないっていうか、まあでもしばらくまだまだ暑いみたいですね。ご飯食べに来ました。なんか日本ジャパニーズステーキハウス、鉄板焼きって書いてあるんだけど、多分まあ日本人経営じゃないだろうけど、お姉ちゃん家に近くなんで行ってきます。チーズケーキにしました。はい、今子供たちを降ろしてきました。結局ちょっと用事があったんだけど、その後にみんなで子供たちだけ連れて、あの近くの、さっきも見せたけど、ジャパニーズ鉄板焼きレストランに行ってきました。まあ、多分全然日本人経営じゃないと思うけど、多分ね、ちょっと分かんないけど、まあ、林って名前だから、もしかしたらとか思うけど、でも結構みんな使うからさ、そういう名前で、まあ違うと思うけど、知り合いの人が、お姉ちゃんの友達で働いてたので、そこに行ってきました。で、夕ご飯食べ、まあ夕ご飯って言ってもちょっと早めだったけど食べて、その後フローズンヨーグルト屋さん行って、フローズンヨーグルト食べて、今降ろしてきたので、ちなみにこれからお家に帰ろうと思います。もちさん、会いたかった、会いたかったよ、マミは会いたかったよ、もちさんに。今ご褒美なおやつ食べてます。はい、というわけでお家帰ってきました。時間何時か、7時かな。あのね、最近もちくんが新しいトリックっていうか、トリックっていうのか分かんないけど、前からまあお手、お座り、伏せ、お手、あとハイタッチできてたんだけど、まあ待てもできるかな、もうできたんだけど、最近ちょっと新しい技を覚えて、スピークって言って、まあ話してって言うと、ワンって言ってくれる。なんか小さい声で言ってほしいから、大きい声で言うとシーって言って、そうすると小さい声でワンって言うんだけど、もう超可愛くて、それがたまに言ってくれない時もあるし、すごいなんか興奮してると、もう超大音量でワンワン言うけど、でもなんかスピックって言うとワンって言ってくれるから、超可愛くて、新しい技がねできるようになりました。もちさん、お散歩でーす。前にワンちゃんがいるので、めっちゃ気になってる。はい、お散歩から帰ってきました。結局うんちもおしっこもしてくれないから、また後で行かなきゃいけないかもしれないけど、まあちょっと様子見って感じで、うちにも一応おしっこパッド引いてあるから、まあうちでもできないことはないので、はい。で、今時間が8時42分なんですけど、ちょっと今日は早いけど、この辺で終わりにしようかなと思います。まあ土曜日だから、まあ、2人ともちょっと疲れてるので、あんまり遅くまで起きたくないんだけど、まあ、ちょっと映画でも見ようかななんて思ってるので、はい、今日のはちょっと夜ゆっくりしようと思います。ということで、また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。